なんかあとはなんか別の女の子でベッドに入って、うん、石井さんがそのやっぱりこうさ優しく撫でて、うん、こっち向いて注意してくださいって言った時に、うん、石井さんの手がこうアップになったら、こう悪魔のように爪が一回伸びてたんだ石井さん。それで石井さんちょっと爪切りましょうかっつって、あそうですかって切ってくれた。覚えてない俺覚えてない。カメラ覗いたらあれなんか悪魔の手がと思った石井さんの爪が、あれじゃ女の子血まみれになっちゃうよ。面白かったね、あれもね。あれあれあれ。だって電車で1時間じゃ来られない俺を実家のところまで朝来てもらって、で次の日は電車がなくなって車でお送りするって。こんなこと誰々言ってもみんな分かんないけど、だ今はもう徳田修行は世界の徳田修行だから。それに少しでも乗っかっていこうと思って。ベトナムですごい人気だって言うんですよ。いいじゃないですか。ベトナムではなんか石井さんのなんか名前が別にあるみたいですね。だインドネシアとかベトナム、タイ、あっちの方にやっぱり私のことを面白いって言ってくれる人も多いんですよ、うん、まあ韓国、中国、うん、まあアメリカでもいるんですけどね、うん、石井さんはもうワールドワイドな。最近はどうですか。ぼちぼちって感じ。そうですね、最近はそうだな、全然ですね。ああそうなんだ。まあ業界自体俺は分かんないですけどね。だから当時だから一緒にやってたやつが自主映画でね、うん、なんか芝居やりたいっつって、まあ、あれトニー起きて FA で会ったことあったっけ、野上さんの息子、野上正義さんの息子でトニーっていうのがね、1回だけ FA 来て、その時石井さんいなかったかな、あのあれですよ、いつもの千葉の山の中で軍隊ものやってて、であいつは普通の AV 男優だから、なんかみんなでほらライフル昇和して雨の中こうやって行軍させられてさ、嫌になっちゃってもう二度と来なかったんだけど。そうそうそう、それはうん、それとなんか自主映画で一緒になって、うん、でまあ今でもトップで頑張ってるんだけど、そうですか、どうっつったら、いや厳しいですよとか言ってたから、タバコやめてたのにバカバカタバコ捨てて、まあ、大丈夫っつったら、いや大丈夫っすよとか言ってた。なるほど。あと俺がまあやめるきっかけになったのは、まあそのね表の事情もあるんだけど、うん、いやもうみんな現場がほら弁当も安くなってさ、夏なのにさ、うん、まあ、FA じゃないんだけど、うん、水は今日1本にしてくださいって、いやいやじゃあ自分で買うよっつってさ。まあそれはねそうなんだけどね、なるほど。みんなだからほらね、この今大変な時代でみんなワクチン打ってる時代じゃないですか、うん、それでやっぱりみんなスタッフが怖がっちゃってね、うん、うちらほらね、うちらっていうかその時ね、彼らはマスクしてできる仕事じゃないしね、うん、で、まあ、そうですよね、密って言えば密じゃないですか、うん、そりゃ怖いよね。スタッフはだってだ、まあ男優ってね皆さん知らないけど結構安い値段でね、まあそうですよ、俺んとこなんかもう石井さん破格の値段で来てる。本当割り合わないよね。でうちらドラマやった時は本当、FA 行ったって朝から晩までだもんね、そうでした。雨の中雪の中やらされて汚ねえところで待たされて、一番でも行ったスタジオはどこ、やっぱり三上、所沢、所沢多かったね、多かったよね、多かったね、ずっとさ、うん、俺もだから一番最初行ったのは所沢でした、うんうん、まだ俺全然この業界、あの業界知らないから、クソ負けてたまるかと思ってすごい緊張してて、で当時さまだみんなほら若かったから、うん、ロケバスの中乗っかるとさ、もう小沢さんとかもうカリカリしてて、こんななんか知らないけどさ、で花子の親父とか思っても頭きたから俺一番前に座ってさ、行って移動して渋谷から移動して、でなんかね降りた時になんか荷物上から取ろうとしたら、小沢さんの頭の上に落ちて、痛えこれやろうとか言われて。だって谷爺なんかだって1年ぐらい口聞いてくんなかったもん、これ。おう、うん、あの時谷さんね結構ねカリカリしてたのよ。あと誰いたっけな、あ、甲斐さんとかいた、え、甲斐太郎さん、甲斐太郎さ さん、あの人は、ね、かないの年配よ、そうよ、うん、でも甲斐、ね、さんはだからよくしてもらって、甲斐さんすごいんだもん、だって
俺タバコ吸わないけどさ、みんなタバコ捨てる時とか灰皿とか自ら貝さんが掃除するんだもんね。思ったかな。そうそう、貝から生まれて貝太郎、うん、あとこれなんか知らないけど、かぶらないのにさ、森山さんから俺聞いてたんです、うん、ずっと。俺はさ、先輩、まあ一個年下だけど、うん、先輩だから、いやいや勘弁してくださいとか言ってさ、勘弁してください、なんでやっこうの、お前森山に嫌われてんのかとか言われていや、最後の方は仲良くなったんだけどね、なんかね、なんか敵が意識を持たれて、かぶんないでしょとか。あの人はほら、東映の子役から来た人だから。あ、本当？ああ、だから芝居うまいんだ。なん、俺あの人の芝居好きだったもん。そんな話でも、これ2回に分けなきゃなんな大丈夫、疲れてない？大丈夫、これはね。だ、石井さんはだから俺より前にずっといて、その前は誰が男優さんいた？まあ谷さんより前に石井さんいたわけ。いやいや、谷さんの方が古いんじゃねえか。あ、そう、年の割にはあの若かったですけどね、あの人ね。ね、うん、あの時谷三嗣さんとか言ったっけ。違う違う、染島三嗣で。あ、染島谷さんはごめん、あ、ごめんね、谷さん、谷さんとか言っちゃいけないのかあの親父はね、ひどいからね。だからもういいんだ、谷爺で。あの人が俺の二つ上なの。あ、で、小沢さんが一つ上で、森山さんが一つ下だから、谷爺、小沢さん、俺、森山と、その森山さん、そのね、4人がいて、で、俺と谷爺と小沢さんはなんか取材かなんか受けてさ、本に乗っかっちゃってさ、俺その時もう嫌気がさしてたから、ずっとサングラス外さなくて、なんか失礼だったんだけどあ、そう、谷爺の方が先いたんだ。谷さんの先だったよね。そう、だって俺が入った頃、谷さん8年目とか言ってたから、ね、あ、もう何十年目で。で、後の方から日比野先輩が来るようになって、日比野さん、うん、もう AV 界の最長老の、うん、日比野達郎さんですよ。あの人も腰低いからね。日比野達郎って言ったっけ。達郎さんだよ。日比野さんまだ現役でやってるよ。うわ、多分もう66、7じゃない。うん、この間久しぶりに斉藤さんから、斉藤監督から、うん、あの、なめだるま、斉藤さん、背小さくてガタイいい人いたじゃん、ちょびきがやした、斉藤ね、斉藤さん、監督さんもやってる人、覚えてない？で、こうやってなんかメール来てさ、あー、どうも、使えて、元気とかね。あと俺の入る前って誰がいました？あれか、名前痩せちゃうね、別に男興味ないから俺石井さんはない、最初 FA 入った時はどんなのやらされたの、役は。最初やらされたのはなんだっけな、なんか、なんか拾ってくる役だったよね。拾ってくる。女の子拾ってくるんじゃないの。なんなくて。ああ、そう。なんだ、どうに拾ってくるの。なんだっけな。いや。所沢は、所沢じゃなかった。所沢じゃないですね。ああ、そうなんだ。うん、その時、はい、甲斐さんはご一緒だったと思う。あ、甲斐さん一緒だった。そう、甲斐さんってだって FA のっけからだもんね。あ、そうでしょうね。まだ山本龍二さんとかはいなかった。山本龍二さんはその後だったと思う。後なんだ、うん、それで池島豊さんがのっけの方にいたんだよね。あ、そう池さんがね、池島豊さんね。で、もう何十年も経って池さんが一回復活したんですよ、一回だけ、うん、で、電話かかってきて、外地、お前先輩だからって勘弁してよ監督とか言って、お前どうなんだ今の夢とか言われて、でね、あれだ、早稲田の近くのスタジオで医者の役かなんかで一緒になってる池さん。そうそう、だって長江が池さんのこと知らなかったの。あ、本当。まあ長江スタイルをやってる、長江っていうのがあの FA でね、サブ監督やってた時ね、でね、あの人面白いねって、お前ミスターピンク知らねえのかよってさそうだから、そのぐらいの世代が開きがあるんだよね。いや、長い、あれですよ全く長いとこも大変だったね。え、長いとこも大変だったな。俺も使ってもらってたけど、長いさんね、うん、冬の千葉の中でさ、なんかスローニンモノでさ、雪降ってんだよ、で、俺人への一枚覚えてきてさ、最後なんか切り合いして、俺が地面にバーンって倒れるのを夜撮ってて、
5回ぐらいやったらもう頭クラクラしちゃったら、長屋はさ、こうやってダウン着てストーブ当たってるのに、何ですか河野さん、河野さんの役者魂ってそんなもんですかって、俺ももう泣いて帰ろうかと思ってだって平賀先輩が一緒に出てて、ちょっと長ゼリフだったんだよ。で寒くてさ、平賀さんもう寒くてもう口が回んなくなっちゃったら、あれどうしたんですか平賀さんとか言って、そうしたら怒っちゃってさ平賀さんは、平賀さん知ってるよね、平賀寛一さん、寛一さんって言ったっけ、そう平賀寛一、うん、平賀、うん、もう大先輩さ、うん、怒っちゃってさ、もう二度と来ねえとか言ってだって女の子みんな唇真っ青になってんだもんいや、あの頃は若かったっすな、お互い、うん、ね長江さん今どうしてます？いや、やってんじゃない、現役でバリバリ。いや俺はもう自分付き合いないから分かんないですけど、いや、やってますよ、彼はだから代表だもん。あ、そうですよね、まあ、乗れるわけだかどうだかしらね。あとは塚本監督はどうしました？いや、やってんじゃないですか、俺あれ、坪っちやなんかと一緒に、うん、だから坪坂がちゃんとサポートして、うん、YouTube で、うん、要は絡みのない、うん、アダルトっぽいけど絡みのない、まあ要はヘンリー塚本の世界みたいの撮ってて、うん、あそう、武坂直政さん出てました。武坂、顔見れば分かる一般の役者さんですよ、うん、だから坪っちの飲み仲間らしくてね、で俺も一回オファーされたんだけど、うん、その時はちょっとね、一般のやつの方でコマーシャルとか出たんで、うん、丁寧にお断りしたんだけどなるほど、いや、うん、でもあとは分かんない、そっちの方は、うん、俺もう業界離れて長いから分かんないですよまだ石井さんの方が知ってると思う。そう、あんなこともないよ。一番だから最近に出たのはいつぐらいに出たの？平成の31年。平成31年っていつよ今がだから5年ぐらい前ですね。前ですね。それはどこ FA？ グローリー。いや全然違うと、あ、グローリーだね。グローリーですわね。グローリーは俺社長とは何回か会ってんだけど、一、うん、回も出たことないんだよね。あ、本当？そうそうそう、うん、グローリー大塚のところにあるやつだよね、本社。変わったの？そうだかな。そう、大塚がなんか立派なビルがあってさ、一回ちょっと社長と、まあ、メーカー同士お話しさせてもらって、うんうん、まあいろいろ、まあ先には進まなかったんだけどね。うんうんうん、グローリーのと俺見たことない。何、ボインの若い女の子とこうふにゃふにゃするやつ。あれは何だったかな。いや、なんかね、僕が病人で、確かそうだと思う。介護されるやつ。そう、介護されて。冗談じゃないよねまあやる方は楽だよね。だから俺は介護のやつになる前に辞めちゃったから、俺にはそういうのもあったし。今そうだね、今そうだ、確かにその病人介護なんて多いよね。そうなっちゃえば代用は楽だけどさ、別に「ああそうか」とか言ってね、いいんだから。だから甲斐さんがそういうのやってるの見てさ、甲斐さん役者だから途中からこう食べ物ボトボトとかさ、リアルにこぼすんだけどさ、それいらねえだろとか。いや、甲斐さんはやっぱり芝居お上手よ、うん、長いから。もう偉い年じゃない甲斐さんね。どうなんだろう、一時期ちょっとなんか酒に溺れてやばかったけど。だって一般のやつ出て西田敏行さんとか寄ってきて、見てるよ、うん、見てますよって言ってくれたって言うんだから。あの人はほらエキストラ長いからね、ずっと。そうですか。もうだってエキストラでこの人知ってますっていうテレビ番組でなんか甲斐さん出てたもん。顔が濃いからね、甲斐さんかっこいいじゃん。まあそうですね、太くてさ、うん、で FA でドカタやらしたら、ドカタとか言っちゃいけないのかで、やらしたら一番だもんね。そうでしょうね、確かに俺は 2,3 回しかね、ドカタレオカ回ってこなかったです。やっぱ合わない。ミートとかほら来ちゃったからさ、ああいうガタイのいいやつがやつや、なるほど。俺とか谷地とかはなんか色があるようで色ないんですよね。だから逆にいろんな役やらしてもらったけど石井さんはでも FA どんな役が多かったの？うん、やっぱり年のせいですからあれが多いですよ。介護される理由。FA でもそうだった。そうだった。あ、本当、うん、それが多かったですね。ああ、そうなんだ、うん、FA じゃでもあんまり一緒に出たことってあんまりないよね。あんまりない、ね、私も少し
旅にあれだからって前のを見てみたら、平成の27年が最後だったよ。最後は、そうですか、うん、最後。ああそうなんですか。平成27年の5月かな。ああそう。あれ AFA でしたけどね。これ石井さんってのは記憶力すごいからね。ピンク映画これど何でしたっけ、あああれはねとか出てくるから頭いい。いやもう。もともと映画好きだもんね、うん、そうだけども最近はダメだわ。そうか、いいダメだって。もうその記憶力ガタ落ちよ。いやそう、いや全然だって元気そうだけど。まあそれはね、それはさ、お互いほら年取りはそんなだってもうあれよ、いくつと思う？もう知ってますよ、奥の1個下なんだから88でしょ。あ、そうか。そうだよ。昭和4年でしょ。あ、4年じゃない、9年でしょ、うん、ね、1934年でしょ、はい、知ってんだよ。おふくろが33年だったんだから。おふくろの倍ぐらい生きてよ。おふくろも88で、あもうちょいで89って時に死んじゃったからね。あそうですか、まあ、いつかはね。でもさ、最後おふくろ要は肺に何か入ってダメで、うん、もう俺駆けつけたのよ、うん、でおふくろ死ぬの怖いかって言ってさ、大変だなって言ったらおふくろなんかペロポロ泣いちゃってさ、俺も泣いちゃってさ、もうボケてからよくわかんないんだけど、うん、やっぱり死ぬの怖いだろうなと思って俺聞いちゃったよ。さあ誰だってね、うん、誰もだって死んだ時のことっていうのは語れないからみんなわかんないわけだからさ、うん、確かにそれが結構ね、結構それからね1ヶ月ぐらいね、うん、生きた。あ、本当。だって点滴も入れられなくて水も飲まないで1ヶ月生きたんだ。へ、うん、かわいいっす。まあそんな話はいいとして、いや元気。もういついつ俺がね最後言ったら平成な何年20何年、あそのもん。何が？いや FA ね最後なんか27年。あそう、うん、27年。あそう、全然覚えてねえ。だ俺最後辞めるとき監督のとこ行ったのも辞めますって、うん、そしたら監督になってたと思う、戻ってくんのよって言って、女優じゃねえんだから一回辞めてカムバックしねえっつって、わざわざ会社行きましたよ、お世話になりましたっつって、ほら戻ってくんなよだって。なるほど。あの人だっていい年だよ、もうね、いい年ですよ、俺の9つあれだから、うん、もう80過ぎじゃない、俺のね、9つだから、あ、19歳だから、うん、まだ来年80。あ、そうか、そんなとこかな。ロバート・デ・ニーロと同い年だから。ああ。それ言ったら、なこと言われてもね、私は嬉しくないんですよ、とか言ってたよ。あの人は映画好きだからね。まあね、よく言う。いやいやいや。元気なんだよみんなね、まあ長いこと話してもらえますか。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや、口合わないもんと申しました。てな感じでね、今日は世界の徳田茂雄こと、ね、石井さんにご登場願いました。どうも長い間、ま、ないとんでもない、どうぞよろしく。ありがとうございました。てな感じでまたじゃバイバイってやって、ここに世界のバイバイ、バイバイ。はい、てな感じで歌舞伎座の前に来ました。今日はね、石井さんお疲れのところダラダラ話しちゃってありがとうございました。多分これ2つに分かれてっかな、ね、全世界の茂雄ファン、徳田茂雄ファンの皆様ご堪能していただけましたでしょうか。てな感じでサブスクライブプリーズ、プッシュ、ライキッボタン、OK、コメントお待ちしてます。ではガイチでした。歌舞伎はウイロウ売りを毎日やっております。ではオンラインサロンクラブガイチよろしく。では歌舞伎は高いから見らんねえな。